ボアレス長野19番山口祐介です。強みはまあシュートストップは自分の中で強みだと思ってて、また裏のカバーリングとか、もともとキーパーやる前はフィールドやってたりしたんで、まあそういうなんか裏のカバーとか、あとは本当シュートストップっていうのはまあ強みかなっていうのはあります。理想のゴレイロ像は0失点で抑えて勝つことがまあ理想ですね。やっぱその試合内容というか、その自分の、まあ、今出させてもらってる身として出来によって勝敗がだいぶ変わるなっていうのが、まあここ数試合、浦安戦もそうですけど、この間の湘南戦も本当にあと一歩のところで勝ち点をこう逃してしまうっていうのは、まだまだその甘さが出てるのかなと思います。まあ本当昨シーズンの第一クールの最終節の名古屋戦っていうのが一番自分の中では自信になってて、こう今まで7年かけて F1 っていう舞台でプレーできて、そのやってきたことがあの王者相手にも通用する部分が自分にはあったっていうのが、まあ、自信になって、もう本当に岡地雄大、まあ、いつもベンチいて声かけてくれたり、結構こう僕がベンチにいたらできないだろうなっていうか、もう本当に3人支え合って、まあ、練習中もそうですけど、試合中も、まあ、あの僕が出てない時も、まあ、岡地が出てたりするんで、まあ、そういう時に、まあ、練習試合もそうですけど、自分がやってもらってること以上に、まあ、やろうとは、まあ、心がけて、本当昔2年前3年前だったら出れてない時っていうのは、やっぱそのこうふてくされて試合に入れなかったっていうのがあるんですけど、まあ、ここ本当2、3年で、まあ、柳井大輔が怪我してる時の振る舞いだったりとか、おかじとか見ていく中で、自分もこう出てない時はやらなきゃいけないなっていうのはあります。まあ大きいというか、長期的な目標で言えば、まあ、リーグ戦を残留させる、あのリーグ戦内で入れ替え戦には行かずに、あのこのチームを残留させるっていうのが、まあ、長期的な目標で、まあ、ファンの方々と、まあ、交流もちょっとずつ増えてきた中で、本当に会場に運んでくれる方もだんだん増えてきてますし、まあ、そこで僕たちが、まあ、戦う姿勢だったり、まず、まあ、一番大事なのは勝つってこと、まあ、試合内容、まあ、まあもちろんそうですけど、勝つってことが、まあ、より多く感動させることができたり、また新規のファンとかサポーターが増えるきっかけになればっていう気持ちで今シーズン頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。